自分の子供がまだ小さかったんですけど、自分の子供をモチーフに作ったこけしがこのこけしを作ったきっかけですね。Is there someone you would like to give a kokeshi modeled after them? すごい小さかった桜が二十歳を迎えて、何か記念になるものを贈りたいなと思って、本当に見るたんびに桜が着物着た日を思い出して、あ、そうね、うん、私のためをすごい思ってくれて考えてくれてたんだなと思って嬉しかったです。誕生日、結婚式、本当に一生の記念のこけしが作りたいっていうので注文もらってるんで、まあ本当に一点、世界で一つのものなんで、贈る人への大切な気持ちとか、成長を願う気持ちとか、健康を願う気持ちとかが、そのこけしの形を通じて相手に伝わるものだと思います。開けてみてもらっていいですか？これ私がこの間あのさくらのできたやつ？ん？おお。ネクタイがそうじゃん。わあ、そうだね。あ、本当だ。着たやつじゃん。あ、着たやつだね、うん、こけし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 